ここは裏通りにあるバーラジオクラブ .jp 私の隠れ家。今日もマスターのボブさんさんに話を聞いてもらおうかな。長江梨花のモノローグ。いらっしゃいませ。こんばんは、ボブさんさん。こんばんは。こんばんは。じゃあいつものお願いします。いや今日は特別トマトジュースリコピン取ろう。リコピン取ってコレステロール、善玉コレステロールを増やして高めの血圧を下げることができるそうですね。トマトジュースですね。どうぞ。濃厚です。あ、いやトマトを感じる。あ、そういえば最近私、パーソナルジム辞めたんですよ。ていうかパーソナルジムに通ってたんだ。はい、3月から。3月から約半年。短かったんじゃない？本当ですか？うん、3月から3月から、うん、まあでも3ヶ月は絶対通おうって決めてて、それをもうはるかに超えたんで、リカチョマル頑張った方です。そうなんです。3ヶ月が元々によって。そうなんです。3ヶ月でこのなんかジムは私の体に合ってるのかどうかを見極めようと思って。そうなんです。何でも大体3ヶ月を基準にしてるんですけど。この番組もね。本当だ。本当だ。まあなんかその辞めた理由が、やっぱりまあちょっと純粋に体がしんどかったっていう。パーソナルジムって、パーソナルジム1対1で。そうなんです。長江さんは今日はこのメニューでいきましょうって決めてください。ちょっときつそうだね。そうなんです。でもなんかこうやっぱ教えてくださってるから、もう無理やりたくないとか言えないじゃないですか。てかすごい無理して頑張って通ってたら、ちょっと次の日とかの仕事に結構影響がちょっとあって、あ、なんかちょっと無理してまたその整体に行って治して、またジム行って体を崩してみたいな、なんかこうなんだろう、整体一本に絞った方がいいなって思ったんで、とりあえずまずジムでバシバシ筋トレできるような、体作りを整体でしてからまたジム通い直そうかなと思って。そうなんです。いや、なんか辞める時もトレーナーさん男性なんですけど、辞めるってことをなかなか言えなくて、ずっと実はそのって言って、なんか今から告白してもするかっていう緊張感の中、やめますってやっと言えて、あ、そうですかつって、なんか結構さっぱりと、お疲れ様でした。辞めようと思ってどれぐらいかかったの？辞めようと思って1ヶ月くらいですかね。そうなんです。1ヶ月ちょっと言い出せなくて、そうそう、うじうじしてて、やっと言えて、はい。パーソナルだとね、結構そうだよね、もう、お世話になってるし。そうなんですよ、本当申し訳ない気持ちで。こんな約半年間私にこう教えてくださったので、はい、まあその教えてもらったことを忘れないように、これからも続けていこうかなとは思っております。思ってるだけです。心の中で無意味だろって感じが伝わってきたよ。口では言ってるけど。あー、体が痛くなってきた。あー、そろそろ帰りますね。ちょっと整体から始めて、はいはい、またのご来店をお待ちしております。Thank you.